宿題に追われているんですけど、私も上履きを洗うのを忘れていました。見てください、ものすごく汚れています。上履きは自分で洗ってもらっていた時期もあったんですけど、全然きれいにならないので、今日は洗濯機を使って洗います。はい、それがこちらなんですけど、スマイルリーダー折りたたみ洗濯機です。折りたたまれている時は93ミリですが、展開すると高さが288ミリになります。私は普通の洗濯機で洗いたくない、汚れたものをこの折りたたみ洗濯機で洗っています。上履きも手洗いの場合はしっかり汚れが落ちなかったりするんですけど、洗濯機だったら手洗いの手間が省けるだけでなく、汚れもしっかり落とせるのがポイントです。この洗濯機は小物洗いに最適なので、私みたいな使い方の他に下着やハンカチ、靴下はもちろん、ペット服、赤ちゃん用衣類のようなデリケートなものを他の洗濯物と分けて洗いたい時にも便利です。普段洗濯をするとき、少量だけ洗濯するのはもったいないっていうときにも活躍すると思います。洗濯時間も短いので、節電節水効果も期待できます。ではまず上履きを洗濯槽に入れて適量の洗剤を入れます。この洗濯機本体は60度まで耐熱性があるので、お風呂の残り湯を再利用することもできます。お湯の方が汚れがよく落ちるので、今回は40度くらいのお湯を上履きが浸かるくらい入れます。洗濯機に数字が書かれているんですけど、これは洗濯時間です。5分、10分、15分の3段階タイマーモードが搭載されているので、洗濯物の量や汚れ具合によって必要なプログラムを選択します。今回は上履きを洗うので、長めの15分を選択します。では洗濯スタートです。洗濯が終わるまで少し時間があるので、その間にスマイルリーダーから発売されている超音波洗浄機もご紹介させていただきます。超音波洗浄機とは、水中で超音波を振動させることで小さな泡が発生し、メガネ、アクセサリー、時計のベルトなど細かい隙間に入り込んでいる隠れた汚れを浮かせて落としてくれます。で、今日私はメイクブラシを洗っていこうと思うんですけど、もう 2、3 週間洗っていないので、結構汚れています。ではこの中に適量の水と中性洗剤を 1、2 滴入れます。ブラシが完全に水に浸かるように置くんですけど、 750ml と容量が大きいので、同時に多くのブラシを洗浄することができます。洗浄モードは5段階で、素材や汚れのレベルによって選ぶことができます。今回は480秒にしておきます。デジタルタッチパネルで簡単に操作でき、ここには残り洗浄時間が表示されます。強力な超音波洗浄機なので、複雑な形状をしたものだったり、小さくて洗いにくいもの、内部までブラシが入らないものなど、洗いたくても洗えなかったものや人の手で洗うのが困難なものも、つけるだけで汚れを落とすことができます。洗浄が終わると自動的に停止します。では中見てみましょうか。
わ、見てください、お水ね、すっごい汚れてます。こすり洗いしなくてもこれだけ汚れが落ちるので、大事なブラシが傷まないのがいいんですよね。ブラシも綺麗になっています。こちらの超音波洗浄機には時計ホルダーや洗浄カゴも付いているので、傷つきやすいものはこちらに入れて洗います。時計は文字盤がつからないようにこんな感じでセットします。画面越しだとちょっと分かりづらいかもしれないですけど、とても綺麗になっています。我が家ではメガネを洗うことが一番多いんですけど、こちらもすごく綺麗になります。はい、今軽くすすいで拭き取りました。メガネの鼻当て部分やフレームには皮脂汚れ、レンズ上には手垢がついていたんですけど、すごく綺麗になっています。はい、上履きの洗濯も終わりました。排水管は下に収納されているのですが、ここを引き出すと排水できます。出てますね。高速回転なのでミニサイズでも結構パワーがあるんですよね。仕上げに水ですすぎながら落ちていない汚れをこすり洗いします。時間があれば最初にお湯でつけ置きしてからお洗濯した方が綺麗になったと思います。終わりました。全部終わった？はい。はい、終わったね。セーフ。やった。危ない危ない。はい、今回はスマイルリーダー折りたたみ洗濯機と超音波洗浄機をご紹介させていただきました。洗濯機の方はハンカチやマスク、少しだけ洗いたいものがある時にも活躍しますし、他のものとは分けて洗いたい衣類がある時に利用することもできます。この映像は雑巾を洗っているところですが、私はつけ置きのバケツとしても使ったりします。折りたたみできるので持ち運びにも便利ですし、コンパクトに収納できるのがいいです。キャンプに持って行きたいっていう方も多いのではないでしょうか。超音波洗浄機はブラシでこすり洗いしたりするだけでは落とすことができない汚れもきれいに落とすことができます。マウスピースやカミソリ、歯ブラシなど日常的に肌に触れて使うものに対応していますし、一台あるとかなり活躍してくれると思います。どちらの製品も下の概要欄に購入先リンクを貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。